はい、NHK をぶっ壊ということで、令和5年2023年、今日は、2月ですね。2月の、20日でしょうかね。お昼、1時ぐらいだと思います。先ほどツイッターで書いたんですけども、NHK 党が原告でですね、楽天のですね、代表者、会長と多分、社長もしてるんでしょうね、三木谷宏さんをですね、被告とした裁判提起します、提訴します。まあこれまでですね、正面切って、楽天の三木谷さんに対して、記者会見とかではね、まあ YouTube などではこう主張してきたんですけども、いわゆる裁判とか警察とかそういったところをですね、一切やってこなかったんですが、もう三木谷さんがですね、まあいろんな証拠持ってます、僕も。まあ三木谷さんがガーシーにね、口止め料を払ったという話であったりとか、その金がですね、ガーシーには渡っていないこととか、もちろんですね、三木谷さんが、まあいろんなところで、まあ女性をですね、まあ、女性に対してお金を使って、こういろいろとやってると、まあ悪いことをね、してると、いうのはもう間違いないんですよね。これはもう複数の証言とか証拠があります。にもかかわらずですね、三木谷さんが、警視庁に、ガーシーに対して名誉毀損で、刑事告訴をしたと。これ結構ですね、固い情報がもう入ってきましたので、しかもそれをですね、どこも報道しないわけですね。警察が、まあ、その NHK なんか一番そうですけども、NHK なんか受信料でやってるんだから、三木谷さんやっぱ取材しなきゃいけないですね。そういう取材もせずにですね、受信料払えと。そして、まあ、郵便法違反もですね、未だ、全然、まあ、NHK も最初だけやって刑事事件のこと一切触れないと。ちょっと本当この国腐りきっていると。で、ガーシーのその除名処分の動き、懲戒処分の動きがですね、すごい加速してるんですね。で、これなぜかというと、その楽天の三木谷さんが刑事告訴をしていることをですね、公にしたくないと。つまり国会で逮捕許諾請求というのをですね、やると、まあ三木谷さんや綾野剛がですね、ガーシーをね、警視庁に提訴しているっていうことがバレちゃうので、それを恐れてですね、もうガーシーをですね、逮捕許諾請求を警察が参議院に出す前にガーシーを除名しようという動きがどうもあるようなので、まあもう徹底的にここまで来るとですね、こちらの方としてもまあ攻撃を仕掛けていくということで、まあこれまでね、僕はそのガーシーのペースでやるべきだというのがあったので、僕は自重してたんですけども、まあ、ガーシーにも昨日話をしてですね、こういったことやっていくことについて、OK もらってます。こんにちは。OK をもらいましたので、ガンガンですね、まあ、やっていきたいと思います。まあ、三木谷さん、を被告とする裁判をこれをやります。これは NHK 党が原告です。で、綾野剛氏に対する新しい訴訟ですね。これはガーシーが原告になる予定です。そしてですね、神谷宗平氏に対してもこれ新しい裁判を提訴することになります。まあ、この神谷宗平氏に関しては例の仮想通貨女子ですかね、金ちゃんと平塚俊樹氏のですね、 YouTube でですね、これもう完全にこれをね、拡散するというような、まあ、めちゃくちゃなことをしていますので、まあ事実じゃないものをですね、拡散しているということで、新たに参政党の神谷宗平氏に対しても新しい裁判を提起します。さらにですね、NHK に対しても郵便法違反してるじゃないかということで、こんな NHK 犯罪組織犯罪をする NHK には受信料払えませんというようなことでですね、NHK も巻き込んでっていうかね、まあ、NHK も含めて、まあ、やる三木谷さんの報道しないことがね、僕ね、報道しない自由の権利っていうのは俺も最大限尊重するべきだと思って、これまで、まあ、政党がね、テレビ局の、まあ、報道機関のですね、報道しない自由に介入するのは憲法で禁じられている検閲に当たると思って控えてきたんですけども、さすがにこの日本を代表するですね、楽天というものの代表者のですね、
犯罪行為、不正行為ですね、このようなものをですね報道しないというのはちょっとそれはもう検閲というレベルじゃなくて、いわゆる僕が日頃言っている美味しくない料理じゃなくて、もうこれは腐ってる料理の範疇になるという判断をいたしましたので、NHK、そして楽天三木谷、氏、そして、綾野剛氏、そして参政党の、神谷総平氏、まとめて、今週中には裁判提起しますので、また詳細が出たらお知らせさせていただきます。以上です。サスケの君の散歩中です。 NHK をぶっ壊す。